案内役のアミカです。F-35 戦闘機の2021年度の生産数が発表されました。世界中の工場で、計142機が大量生産されたそうです。大量生産によって当然ながら、経費削減に結びついています。日本でも、航空自衛隊向けに、6機生産されています。少ないと感じるかもしれませんね。今はこの数ですが、将来的には、もっと量産していく、計画になっています。それでは詳しく見ていきますね。F-35 ライトニング2シリーズは、アメリカの同盟国、友好国を中心に導入されている戦闘機です。この機体は、俗に第5世代戦闘機と呼ばれるものでロッキード・マーチン社製です。この会社のデータによると、2021年中には、F-35 ライトニング2の建造総数は142機で、2020年から、新型コロナウイルスの世界的な蔓延によって、生産がスピードダウンしたものの、立ち直りつつあることを示しているようです。この F-35 ライトニング2を製造している工場を紹介します。アメリカのテキサス州フォートワース、イタリアのカーメリ、日本の愛知県西春日井郡豊山町の3カ所に限定されていて、ファーコ、最終組み立て、検査施設と呼ばれています。日本、ファーコは、三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場のことです。ここでは、2015年、平成27年、12月から、生産工場として、稼働が開け始まりました。航空自衛隊向けの製造を担当している工場です。この小牧南工場は一から製造するわけではありません。ノースロップ・グラマン社やロッキード・マーチン社、BAE システムズ社から F-35 ライトニング2の機体各部、そして IHI 社、石川島播磨重工からライセンス生産での機関部がそれぞれ送られてくるので、そういった各部を組み立て製造する工場なのです。IHI 社は、アメリカのプラット&ホイットニー社から F-35 専用エンジンである F-135 のライセンス生産を担っていて、福島県相馬市と広島県呉市の工場で作った部品を、東京の瑞穂工場で、組み立てを行っています。こういった IHI 社の工場群は、航空自衛隊の年間最大6機の F-35 ライトニング2の調達計画に対応した容量があります。今後は、製造だけではなく、メンテナンス等にも対応できるものと見られています。三菱重工業者は、IHI 社のエンジンライセンス生産の容量に合わせる形で、小牧南工場を稼働させたようです。その結果、2021年は、計画通り、全6機の F-35 ライトニング2戦闘機の最終組み立て、検査を完了させました。とはいえ、小牧南工場で製造したのが6機ですから、残りの136機は、アメリカとイタリアで生産された計算になります。技術の差なのか、経験の差なのか、その差には、ちょっと残念な気がします。2020年までに、F-35 の採用を決定して、購入を進めていた、国名を挙げてみます。当然、アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、ポーランド、イスラエル、オーストラリア、韓国、シンガポール、そして日本などでした。翌2021年に、当該機の購入を確定した国は、スイスとフィンランドです。検討中の国も挙げてみますね。カナダ、ギリシャ、スペイン等です。その中でも、カナダは、88機購入の可能性を見込まれる大口客らしいですよ。そういった国の中で、ちょっと不思議な動きをするのがトルコです。
トルコは、もともと、F-35 ライトニング2A 型を100機以上購入する計画がありました。しかも、機体の部品製造まで手掛けていた国だったのですが、強引に、ロシアからの S-400 地対空ミサイルを取得したせいで、アメリカによって、A 型に購入計画を凍結させられています。アメリカとロシア両国から、兵器を購入しようとしたというわけですね。東西の狭間に位置するトルコの国策としてはあるあるという気もしますが、アメリカがトルコに制裁を下したのは2018年でした。トルコは2008年から首都アンカラのトルコ航空宇宙産業工場で自国分を含む F-35 ライトニング2の機体の部品製造を行っていました。しかし、前述のように2019年7月トルコがアメリカの意に反して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したために、F-35 ライトニング2の引き渡しが中止されたのです。それだけではなく、部品製造分野からも締め出されてしまったのでした。とはいえ、トルコ航空宇宙産業工場が製造していた F-35 用部品は、かなり多く、総数で900以上でした。そのため、トルコへの制裁に対しては、F-35 の世界的生産ラインへも大きな影響を与えるとして、当初、アメリカ国内でも反対意見が上がったそうです。しかし、最終的には、アメリカとして、トルコの行動は、絶対に容認できない事案であると、判断しました。ロシア製兵器調達を強行したトルコへの制裁は実行されました。つまり、アメリカは、自国の面向を優先したとも言えましょう。トルコだけではなく、昔から、ロシアとの軍事的なつながりが深く、多くの兵器を調達しているインドなどの国々は今までのアメリカかロシアかという二択から外れようとする動きも見せています。はっきり言って軍事に関するアメリカ優位体制は今や一部では揺らぎつつあるということです。アメリカに代わって台頭してきたのが中国であることは紛れもない事実でしょう。こういった F-35 戦闘機をめぐる不確定な動きはまだあります。産油国として日本ともつながりの深いアラブ首長国連邦ですが、2017年頃 F-35 の導入を希望していることが公になっていました。その行方はどんな結果になるのか注目されていたそうです。この動きの顛末はアラブ首長国連邦が長年敵対してきたイスラエルと国交を結んだことで決着しました。アメリカとイスラエルのつながりが強固であることは言うまでもありません。いわばアメリカはイスラエルの後ろ盾です。対パレスチナでもアメリカ製の武器が多く使用されましたからね。イスラエルとの関係が改善されたことで連鎖的にアメリカとの関係が改善されることになったのです。アラブ首長国連邦は2021年1月 F-35 ライトニング 2A 型50機購入契約を結びました。アラブ首長国連邦が新式 F-35 の採用国の仲間入りをしたというわけです。しかし、この契約は前トランプ政権が取り交わしたものでした。その後のバイデン政権は、アラブ首長国連邦が、リビアやイエメンに爆撃を行ったことを理由に、ペンド、先送り、保留としました。その後、契約の中断が発表され、現在に至っています。アラブ首長国連邦と、同時用に F-35 ライトニングに調達を希望しているものの、アメリカ側が供給してくれない、国の中には、台湾があります。
かなり、アメリカは、台湾に対して、様々な点で、優遇していると感じるのですが、F-35 については別なようです。台湾は、代替案である F-16 ファイティングファルコン最新型 V 型を供給されましたが、これは言うならば我慢させられたということでしょう。アメリカが、台湾に兵器を供給しないのは、中国を懸念してのことでしょうね。日本領である尖閣諸島沖に、たびたび出没する中国海警局の公船。民間漁船を威嚇したり、違法操業など目に余る行動を見せつけています。それは、中国にとって、喉に刺さった棘である、台湾に対しても同じです。何回となく、領空侵犯を行ったり、台湾海峡で、軍艦の G 行動を見せつけたり、個人的な感じ方ですが、同民族、同一国という中国の主張は手前勝手すぎると思います。そんな自分勝手な言い分を通そうとする中国が侵攻するかもしれないという台湾有事の可能性が現実的に感じられる昨今ですが、表面上は中国との対立姿勢を崩さないように見せているアメリカは、本当は中国を刺激するのは絵ではないと判断しているのでしょう。心配される台湾有事は、現実的には、中国軍は、台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦闘能力がないという指摘も多いようです。しかし、台湾の置かれた立場と危機感を考慮すれば、兵器の質的優位性を確保したいと、希求して当然でしょう。と言っても、F-35 ライトニング2を台湾に供給することをアメリカが許可したとすれば、いよいよ、中国の軍事力が抑制不可能になることを意味するとも思えますから、日本としては、素直には歓迎できない非常に危険な事態となるかもしれません。つまり、あまりにも台湾に肩入れすると、大中戦争を引き起こしかねないという恐れを感じていると見受けられます。